有名なところまで戻ってきました。すごい階段だね。すごいね、ここ大阪。もう登ってこれない。が有名なところですね。アメ大社と読むらしいです。すごく綺麗です。サコピスタチオです。ここのお店で飲みました。美味しかったです。すごく雰囲気がいいです。お土産を買って帰りたいと思います。何か何かを買いたいな。はい、そのお土産も買うことができたので、そろそろ帰ろうと思います。バス乗り場はどこだろう。多分下の方にあると思うので、下の方に歩いていきたいと思います。本当はね、提灯が灯るのを見たかったですが、ちょっと早く来ちゃったので、また今度としましょう。また今度来る理由ができましたね。なんか綺麗なお寺が出てきました。お祈りして帰りましょう。バス停ありました。上の方でしたね。帰りたいと思います。乗車しました。ここから台北まで帰ります。5時50分出発しました。だいぶアグレッシブな運転です。記念館駅までやってきました。目の前になかなかすごい建物がありますが、ここから徒歩2分ぐらいのところに新東洋でお土産を買いたいと思います。すぐそこに新東洋を発見しました。じゃあここでお土産を買っていきたいと思います。結構ねでかいって感じだったので。はい、お土産を購入できました。990元で12個入りの、パイナップルケーキを3箱で990元でした。では宿へ一旦戻りたいと思います。はい、ホテルまで戻ってきました。バスに乗って帰ってきましたが、めちゃめちゃ飛ばすし、めちゃめちゃブレーキやばいですね。まさか普通のバスもそうだと思わなかったんですけど、サイドブレーキ引いてませんかねっていうお話をちょっとしたくて撮ってます。ちょっ
と、汗を流すためにお風呂入って、まあ、シャワーだけ浴びて、で、夜ご飯食べに行きたいと思います。時刻は18時の22分です。シャワーを浴びる前に、一旦お土産紹介だけしましょう。9分で、こちらのアリサン茶と、このウーロン茶、台湾ウーロン茶を買ってきました。で、おまけがね、アリサン茶2つ買ったらね、ウーロン茶2つおまけしてくれました。よくわからないですね。これも結構、値段したんですけどね。で、まあ、このパッケージもおまけと。で、パイナップルケーキ、新東洋のパイナップルケーキですね。こちらを3つ買ってきました。12分、12個入りですね。はい。ということで、まあ、こちらを買ってきましたので、まあ、あとは、まだもうちょっとミッションが課せられていますので、これを買ってきてって言われてるものがあるので、まあ、それを買ったらお土産はもうとりあえず終了でいいのかなと思いますけど、はい。あとはなんか小物類とかあれば嬉しいんだけど、あんまり9分でもあんまりその、なんだろう、ジブリものがたくさんあったんだけど、多分著作権とかいろいろ勝手に売ってるだけだと思うので、あんまり買わないでおきましたので、まあ日本でも買えるしね。なので、まあ、あれですね。何か台湾っぽいものを一個買えたらなというふうに思ってます。では、お風呂入って、お風呂とか、まあ、シャワー浴びて、夜ご飯食べに行きたいと思います。